LGA2066 はランドグリッドアレイを採用したインテル製 CPU ソケットである。LGA2011V3 の後継にあたる規格であり別名はソケット R4。スカイレークマイクロアーキテクチャ、KB レークマイクロアーキテクチャに使用され、ハイエンドデスクトップ向けの CPU ソケットとなる。2017年5月30日に発表された。LGA2066 は 他のソケットと違い、ゲーミング PC、ハイエンド PC として位置付けされており、外観は LGA2011V3 と比較するとやや潰れた長方形になっている。ランドが2066個になり、従来のソケットとの互換性はない。また、LGA2066 より、新しいハイエンド CPU、Core IQ が採用される。 最上位とされるコア i q 7 9 8 0 g では1 8コア36スレッドが実装されており前、ブロードエルマイクロアーキテクチャの最上位モデル、コア i7-6950X の1 0コア20スレッドを大きく上回っている。また、LGA 2066から比較的低価格で、ハイエンドモデルのコア i5 も投入される予定である。DDR4 ストラムを使用し、 4チャンネルまでサポートする。ありがとうございます。